ちは、マリコです。今日もよろしくお願い申し上げまーす。乙女座さん、お元気でしょうか？英国ロンドンからこんにちは、マリコと申します。今日もよろしくお願い申し上げます。マイク増えたんですよ。どうもでございます。日本食材店でマイクをちょっと購入、結構大量購入しましたので、まあ、これはでも、こっちのが元からあったので、そう。で、この前日本食材店行った時にこう立ってたんで、これが、レジの前で、これもうちょっと取らないと、買わないとと思ってね、もう4個一気に買いました。はい、ですね、今日、11月のね、乙女座さんを見ていきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。いやー、じゃあちょっとね、記者会見風にちょっとマイクセットします。でね、ちなみにね、本物のマイクも、マイクロフォンね、あるのよ、あるっていうか買ったのね、実は言うとこちらで買ったんですけど、なんか今日やってみたんだけどね、試験的に。なんかあんまり、ちょっと、もごって、なんていうのかな。なんかボーンってなってて、そう、ちょっとそれ、ちょっとちょっと勉強しますので、はい。なので、ちょっと次回から、普通、こういう、なんていうの、マイク、ガチなマイクを使ってやりますので、今日はちょっと、こちらのマイクになっています。よろしくお願い申し上げます。まあ、笑ってる場合じゃないんだけどね、ほら、人によってはほら、イヤホンとかで聞いてるから、ちょっとこれが聞きにくかったりとか、こうね、あったりと思うから、で、私もほら、最近人、皆さんほら、おかげさまでいろいろ聞いていただく方が多くなってるじゃない？まあ、じゃなかったからやってなかったわけじゃないんだけど、そう。そうなのでね、ちょっと、いろいろやっていきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。じゃあね、まずね、乙女座さん、はい、カードの紹介いきますよ。はい、ムノロジーでね、1枚。はい、乙女座さんの11月の漢字見てって。はい、で、次、マメタロでね、はい、マメタロットちゃんで、はい、1枚、テーマとなるもの見ていきます。で、それでね、次、これね、解説は英語ペラペラ系、The Ultimate Guide to Tarot Card Meanings でね、こちらで解説していきます。で、次ね、はい、こちら、はい、我らが、もう我らがってなっちゃうんだね。マインドギャップ、マインドギャップ。ここでしか見れない。このチャンネルでしか見れない。このね、カードゲーム、ですね、の、まあ、オラクルカードではないんですね。これ本当はカードゲームなんですけど、こちらの、ロンドンの駅名から来る、私が来るね、思いを、いろいろペラペラ喋るっていうかね、来る思いってちょっと日本語って話だけど、まあ、そう。例えばこのね、マイレンだったらそれで私が思うことをいろいろ喋るっていう感じですね。はい。もうほんとここでしか見れないので、ね、チャンネル登録お願いしますって感じですね。はい。で、次、はい。最後がね、はい。こちら、我らが日本の神々、日本の神様カードから、1枚、日本の神々からいただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。いやー、気持ちいいよね。よろしくお願い申し上げますが。うん。まあね、これね、出どころあるんですよ、実を言うと。ある方の YouTube の真似をしております。でもね、これ多分ね、わからないんじゃないかなと思うんだよね。うん、まあわかんない。もしかしたらわかる人はわかるのかもしれないんですけど。まあ今度ね、いつかね、その話は、まあいつか、はい、お話できればと思います。はい。ですね、じゃあもうね、はい、早速行きますよ、乙女座さんね。お待たせしてます。ありがとうございます。2週間前くらいから、ほら、サソリ座さんから始まって、そうそうそう。うん、ねえ、じゃあちょっと、まあ、順番にね、ちょっとやってきますので、はい。じゃあ、お月様からね、はい。はい、じゃあこれにします。どんな感じ？あー、もうこういうの大好き、私。こういうのすごい好きなのよね、好きなのよね。特に日本人の人にはこういうのすごい好きなのよ、私。うん。っていうか、うん、これすごくいい。うん。Show the world the real you だよね。Show the world the real you。これどういうことっていうと、世界に、世の中に、本当の自分を見せてよって話なのよ。世界に、世の中に、本当の自分、ありのままの自分、見せちゃってってことなんだよね。結構やっぱりさ、取り繕って生きてる人とかも多かったりすると思うのね。で、あと、やっぱりいつも取り繕ってる行動とか、まあ言動とか、まあ言葉とかも含めて、そう、言動とかが、それがやっぱり習慣になると、本当にそれになっちゃうのよ、自分が。そうそうそう。だから何が言いたいかっていうと、
なんかその、そういうのあるのね、文化人類学的にも。やっぱりその体から入るというか、その言動から入るというかさ。だからその、自分じゃない自分をもしかしたら演じてないですかっていう話でもあると思うのね。これが出てきてるってことは。乙女座さんに今。自分らしく、自分の素のままで仕事してますか？自分の素のままで人間関係、友達関係、恋人関係、親子関係やってますか？誰かを演じてませんかって。それは今毎日やってる、毎日の生活、毎日の言動、それは本当の自分ですか？そういうことなんだよね。これが聞いてるのは。うん。いやーちょっとね、タロットでね、もうちょっと詳しく見てみますけど、はい。ですね、はい。乙女座さんね、いきますよ。いやーいいカード出てるね、でも本当にさ。だからもう自分らしくさ、もう自分、本当の自分見せて。っていうかね、その本当の自分を、乙女座さんの本当の自分を出してくれたら、こっちも嬉しいって話なのよ。こっちもそれが見たいって話なのよ。そう。ちょっと行きますよ。じゃあタロットでね。はい。いやー、いいよね、これ。なんかごめん、ドラゴンボール Z のあのボールに見えちゃったんだけどさ。ちょっとこれ何を言ってるの、マリコさんって感じ。わかるでしょ？私が言ってるのわかるでしょ？ドラゴンボール Z のあのちょっと丸いボール。いやー、ページオワンスだよね。うん。これ、まあね、男性でも女性でもこれがね、まあ乙女座さんだと思ってほしいんだけど、まあ中性でもね、うん、何でも、もう誰でも、これが乙女座さんだと思って、もう自分の顔当てはめてみて、ここに。もうさ、これが本当の自分なんだよね、このドラゴンボール Z のボールが。この自分、見てるよね。そしてその先も見てるよね。始まっていくよね、自分の、本当に自分を見せつける自分っていうのが。ページオブ、ページオブワンズだよね。ページオブワンズ。うん。いいねー、いいねー、いいねー、いいねー。これね、はい、ページオブワンズ出てきてますよ。ちょっとひょっこりな感じで、こう。ちょっと。ドラゴンボール Z のさ、もうボールどころじゃないよね。もうこれ。ちょっとあれがどう、それがどういうのかちょっとあんまり覚えて、忘れちゃったけどさ、もう結構何十年前だからさ、ドラゴンボール Z 見てたの。うん。Inspiration, ideas, discovery, limitless potential, free spirit って書いてあるよね。もう、limitless potential って、もう無限な、制限がない。無限で制限がないポテンシャル、可能性、乙女座さんにあるよねってことを言ってるの。だから、show the world the real you。 本当の自分を出してった時に、無限、もう限りない可能性がそこに乙女座さんの生活に、人生に来るよっていうことを言ってるんだよね。 Inspiration, ideas, discoveryそう、やっぱりその最近降りてきたこと、最近降りてきたインスピレーションとか、最近降りてきたアイデアとか、最近降りてきたなんか新しい考え方とか、最近発見したこういうようなね、業界があるんだ、こういうお仕事あるんだ、こういう生き方あるんだ、へえ、デジタルノーマドっていう生き方あるんだ、へえ、海外移住っていう生き方あるんだ、free spirit、もう自由な感じだよね。だから乙女座さんはもう自由になればなるほど、自分のもう自分らしくなればなるほど、自分を解放してってあげればあげるほど、 free spirit って書いてあるからね。自由な、なんかこう自由なスピリットな感じで、自由な感じでいるとうまくいくんだよね、物事が。11月
いやー、ちょっとね。もう先見えてるね、これ。今直感できてるけど。これ、乙女座さん。そうなってくと先が見えてくな。うん、明るい。だってもう、この組み合わせ最高だもんね。Show the world that we owe you. それと、可能性は無限だよ。Limitless potential って言われてるんだよね。じゃあもう、これもうそのメッセージしかないよね。もう自分を出せば出すほど可能性は無限だよって。今まで見たことがない景色、今まで行ったことがないところ、場所、今まで会ったこと、出会ったことがない人々。今までやったことがないような仕事。そういうことに巡り合えるっていうことだよね。それは、乙女座さんの生活を大変豊かにするものだよっていうことを言ってるんだよね。ちょっとマインドギャップでね、一枚見てみますけど、マインドギャップね、この辺出しとくこの辺にいやー、ロンドンの駅名どこ出てくるんだろうね、これで。じゃあ、これでおー、出ましたね。すごいですね。いつ出てくるかなと思ったよ、ここ。マイルギャップ、マイルギャップ、マイルギャップ、マイルギャップ。すごいね。これなんですごいっていうと、私が数年前に住んでた駅だよね。駅だよねっていうか、数年前に住んでた最寄り駅だよね。ボックスホール。テムズ川の近くです。うん。まあでも私はいつも言うように、あんまテムズ川とはあんま合わないから、私。ちょっとね、あそこの辺ちょっと行くと気持ち悪くなっちゃうんで、うん。そういう意味じゃなくて、ちょっとそっち系。そっち系ってどっち系って話だけど。なんか、多分合わないのかな、私はスピリチュアル的な観点から、ちょっと。あるじゃない、その行く場所によって、人によってちょっとそういうところに行くと気持ち悪くなるとか、まあいろんな場所がね、世界のいろんな場所で。人によってはちょっと、別に霊感とかじゃないんだけど、なんかちょっとあんまりって感じなんだよね。うん。そう。まあ、ここはここで住んでた時いろいろと、まあ大変だったりしたけど、そうそうそう。まあでも私はこっから出て、それでアビーロードに住んだんだよね。そう。で、まあ今はまた別のところに住んでるんだけど、そうそう、うん。ボクソーね。だから、やっぱりその飛躍の時の、私もほら、アビーロードに行ったじゃない？行ったじゃないっていうか、まあ、住んでたんだけど、そう、この後がアビーロードだったから、やっぱ飛躍の前なんだよね、今。だから。飛躍の前にここに住んでたし、だから、やっぱり飛躍の前なんだよ、今、本当に。乙女座さんにとって。今がね。だからさ、こうやって準備してよって話で出てきてんでる、出てきてるんだよね。Show the world that we owe you. もうそろそろ、自分を出す準備してよって、乙女座さん。もう準備したらこういうことになりますよって。ドラゴンボール Z 出てきちゃうよって。ちょっとごめん、またさ、このボールがどういうのか覚えてないんだけどさ、もう、その意味がね、ドラゴンボール Z の。でもまあすごいものだと思うからさ、ね。うん。いやー、ちょっとそういうことね。だからもう今完全に飛躍の時の前ですね。うん。乙女さんにとって、ちょっと記者会見。はい。マイクセット。いやー、ちょっと。これなかなか出ないよ。Show the world that we owe you. The show the world that we owe you. And この Page of Ones のね、この組み合わせ。ちょっと日本、もうすごいね、これ。もうだからさ、日本の神々に今行くんだけどさ、結構さ、今日のリーディングなんかもさささって感じでやってるじゃない？そういうことなんだよね。もうさ、乙女さん、こういう YouTube 見てる暇ないからさ、YouTube 見てる場合じゃないって、もう自分のなんかすごい、もう、なんか自分のさ、自分らしくやるためにね、もう自分らしさをこう、世の中に見せるためにね、見せるためにって感じよね。4、5、6、7。まあ7だからってわけじゃないんだけど、うん。
だからその、どう、まあ、いろんなさ、見せ方があると思うのよ。自分を見せるって。そう、だからその、ね、こういう、まあ何、こういう媒体とかね、YouTube みたいな媒体で見せるのか、まあそういう、あのね、そういう、まあ何、そういう、インスタグラムだったりとか、そういうのも、例えばそういうのの世の中に見せるっていうのもあるけど、ね、そういうソーシャルメディア的なね、そういうのを使った。ただ、まあ、周りでもって話だよね。周りの人たちにもっていう感じかな。なんかちょっと違う化粧をしてみるとか、ちょっと違う髪型をしてみるとか、ちょっと雰囲気をガラリと変えてみるとか、そう。で、なんでこれが今出てきてるかで、今直感で来るのは、もう乙女座さんは乙女座さんで、結構そこの、なんていうのかな、会社とか、そこの今いるコミュニティとか、まあ、いろんなところで、その自分のこの存在っていうか、自分のその、もう確立してんだよね、自分というものを、そこでの自分っていうの。だから、今さら、その服をなんかちょっと違う感じの服にしたりとか、ちょっと違う髪型をしたりとかしても、別に今さらそんな驚かれないというか、今さらそんななんか、それでなんかこう、あの人こうじゃない、ああじゃないとか言われる感じのは全く今見えないのね。そういうのが今。全然来ないのよ、そういう感じが。そう。むしろ、みんななんか驚いて、あ、すごいいいじゃんとか、なんかあと、あ、なんか雰囲気ありましたねとか、なんかわかんないけどね。うん。まあまあそういうのも本当は、あんま言っちゃいけないんだけど、言っちゃいけないっていうか、あんま言わないけどね。うん、仕事場では、そういう発言は。うん。でもそういうふうに思ってると思うよ、心の中でみんな結構。うん。まあでも日本だったら言っちゃうか、そういうの。うん、まあなんか日本って結構ほら、見た目を言っちゃうんだよね。で、そのこと多分、まあ知ってる人は知ってると思うけど、海外、まあ海外って言っても欧米ね、特に欧米では、あんま見た目とかのことについては言わないんで、別にその仕事場ではもちろん、まあ仕事場ではどこでも言わないけど、多分日本でも全然言わないと思うけど、でもあんまその普通でもあんま言わないっていうか、なんかまあいろんな人がいるからさ、っていうのもあるんだけど、うん、そう。いやー、そうよね。まあ私もほら3年半以上日本に帰ってないから、この日本の空気っていうか、東京の空気も、まあ私東京まで東京育ちなんだけど、東京の空気もちょっとほら、もう、だいぶあれ、空気ってその雰囲気の意味の空気ね、そう、もうちょっと見てないっていうか、吸ってないというか、こうね、見てない、いないから、そう、どんな感じって感じだけど、まあでもどうでしょう、日本は今、まあ訪日外国人が多いって言うからさ、うん。なんかその、ね、またいつもの日本、今までその自分が育った東京とか日本とかとはまたちょっと違うのかなと思いますけどね。まあ、ちょっと変わってきてたけどね、もう数年前からね。私も今7年ロンドンに住んでて、それまでは、まあ、東京に住んでて、まあ、あと他に、まあ、エジプトとかオランダにも住んでたけど、うん、でも、東京も全然住んでたんで、うん。あー、これねー。あー、これあれ系だよね、確か。日本の神々ね、うかの御霊の神が出てきてますね。うかの御霊の神。キツネ系だよね。ちょっと、はい、解説ね、解説してきますよ。乙女座さんね、うかの御霊の神。いや、乙女座さん、11月忙しいよ。マジで。やっぱね、自分のことでやることが多い。うん。なんでかっていうと、自分がちょっとなんかこう、いろいろとね、未来に向かってね、もうウキウキ考えてるから、いろいろと。いいですね。いいですね。ちょっと、訪日外国人の話したら、訪日外国人がよく行く、京都府、伏見稲荷大社が出てきてるからね。じゃあ行きますよ。はい。うかの御霊の神。はい。神社、京都府伏見稲荷大社、茨城県笠間稲荷社、佐賀県有徳稲荷神社、岩手県志和稲荷神社、東京都千住神社などに祀られています。結構、多いね、神社名。うん、いろいろ。テーマいきますよ。はい、テーマ。ただ見つめる。疑いを持たずに選別する。利他の心。ですよね。ただ見つめるってどういうことだよね。自分を見つめるんだよね。ここでもただ見つめてるよね。うん。なんでかというと、見つめると、自分の心の中見ると、自分が何をしなきゃいけないのかっていうの分かってくるよね。自分が心地いいこと、心地よくないこと、分かってるよね。分かってきてるよね。いやー、いいね。これちょっと読みますよ。乙女座さん。
うかの御霊の神。いきますよ。ただ見よ、風を見、季節を見るのです。感覚を開いて眼力を身につけなさい。すべてに季節があります。いつ何をすればよいかがおのずと分かってくるでしょう。そして何をするにも、これがいかに人のためになるのかを意識してください。いやさ、これに関して最後のね、このこれがいかに人のためになるのかを意識してくださいって、これ本当に私のこのチャンネルを見てる乙女さん向けだよね。私の会社の、授業理念とかにも、世のため、人のためっていうのも書いてあるね。まあ、それでま、いろいろ文章が続くんだけど、うん。世のため、人のため、もうこの世だよね。やっぱ、ほんとこのメッセージは、これを、このチャンネルを見てる乙女さん向けだと思うのよ、本当に。自分が、世のため、人のために乙女さん何ができるかって考えたときに、結構すごいできんのよ、いっぱい。まあ、世の中にさ、必要じゃない仕事って一つもないから、世の中にすべての仕事がやっぱり必要になってるんだよね。必要なんだよね。ありがたいよね、本当にいろんな仕事をしてる皆さん。ありがとうございましたよ。いろんな人の仕事があるから、自分の生活が成り立ってるんだよね。特に現代人は。まあ私もそうなんだけど。まあ私だって今日夕方夜くらいに、まあ夜くらいにあの、配送まあスーパーの配送そういうのが来るんだけど、まあ結局ほら私車持ってないから、そうするとほら、ね、炭酸水とか、あとね、じゃがいもとか、人参とかそういうの、なんかちょっと重い系だと重いじゃない？そう。だからそういうのは、まあ、日本語で言う、日本語英語で言う、日本語カタカナ英語のネットスーパーっていうものね。ちなみにネットスーパーは英語じゃないからね。うん、オンライングロッシーとかそういう感じで言うんだけど、こっちでは。うん。そう。だから、そうやってさ、そういう風に配送してくれる人がいるから、私がそうやってさ、そのね、そのどっかのスーパー行ってすごく大きな荷物でね、炭酸水をこう、とか、じゃがいもとか人参とかこう、持たなくて済むわけじゃない？乙女座さんにできることは何ですかだよね。Show the world the real you.本当の乙女座さん。世のため、人のためになれる。底力を持ってる乙女座さん。世の中に見せてあげてってことだよね。いやー楽しみですね。まあドラゴンボール Z も見ちゃうよだよね、時々。時々見ながらね。うん。まああと昔見てたアニメを見るとかね。うん。私ちなみにちびまる子ちゃんがすごい好きで、ちびまる子ちゃんグッズはめっちゃ集めてて、もうめっちゃありますよ。私多分ロンドン1位、ちびまる子ちゃんグッズ持ってる人だと思いますから。はい。もうすごいんだから私、もう何から何までちびまる子ちゃんグッズよ、その生活の。いろいろ集めてて。はい。乙女座さんのね、11月は、なんかすごい楽しかった。なんかアニメとか見るといいのかな、うん、昔見てたアニメとか。うん、ね、乙女座さん、11月こんな感じになりました。いかがだったでしょうか。ですね、またね、11月、まあ、楽しい感じでね、過ごしていただければと思います。で、ね、こちらのね、マインドギャップをね、使ったね、3択みたいなのを、ちょっと、出しますので、そう、もうこれだけの。もうこれだけよ、これだけ。うん、特別に。そう、しかもね、ちょっと、サプライズがありますので、その時に、はい、それをね、ちょっと着ながらっていう感じですね。そう、何かを着ながらこれをやるっていうことになりますので、はい。
ね、まあ、楽しく、このチャンネルね、この、動画が、楽しかったっていう方は、ライクしていただいたり、チャンネル登録していただけますと、嬉しいです。じゃあ、乙女さん、11月も英国ロンドンから私、応援しております。ね、show the world the real you をね、本当の乙女さん、出していきましょうよ。はい、世の中にね、待ってますよ、皆さんが、そんな乙女座さんをね。はい、ここまで ご覧くださいまして、どうもありがとうございました。またお会いできますと幸いです。どうもありがとうございます。失礼します。ありがとうございます。